はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということで風邪の方も良くなりまして、だいぶ元気になりましたでございます。今日はコンビニ新商品を食べようのコーナー。今日はローソンさんで新しい商品が出たので買ってきました。ローソン唐揚げくんスター丼味。東海はあんまり店舗がないので、かっちゃんは実際に食べに行ったことがないです。すごい YouTube とかでも動画が上がってて、すごい美味しそうだなと思ったんですけど、白米に乗っけてスタ丼唐揚げくん丼にして、体調も戻ってご飯食べたいって感じなので、唐揚げ丼にして爆食したいと思います。白いご飯を乗せましょう。ご飯をよそって洗わず食べれるカットレタス。そしてここにマヨビーム。ちょっとマヨネーズがない。見た目は至って普通の唐揚げくんです。あ、でもなんか普通の唐揚げくんよりちょっとスパイシーな匂いがしてきますね。ではこんな感じでスタ丼唐揚げくん丼の完成です。いただきます。うん、うま辛。あー、普通の唐揚げくんよりやっぱちょっとスパイスが効いてるんですかね。ちょっとだけニンニクの風味がするような、なんかパンチのある感じの唐揚げくんになってます。半熟卵がふわー。この半熟卵と唐揚げくんとつけて、うん、本日も親子の共演でございます。野菜も食べなきゃね。卵もプルプルでございます。唐揚げくんをご飯と食べるって発想ってないと思うんですよ。あんまり唐揚げくんは単品で食べるみたいな。でもね、意外にやっぱ唐揚げ丼とかあるだけあって、ご飯と食べるとね結構美味しいです。普通の唐揚げくんよりなんかスパイスとニンニクの味がすごい効いてる気がします。じゃあ最後の一口です。うん、ごちそうさまでした。はい、ということで今日はローソンさんから新発売の唐揚げくんスタ丼味で、唐揚げくんスタ丼丼を作ってみた動画でした。なんか普通の唐揚げくんよりやっぱスパイスがね、ニンニクの味が効いててすごい美味しかったです。なんか関東とかでは前から発売されたのかな。なんかこちらの地方はね新発売みたいなので、気になる人ぜひ買って食べてみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバタバイスタ丼。まあでもスタ丼食べたことないから実際の味よくわかんないんですけどね。